もこんにちは、ゆうきです。今回はですね、マイクラ PE、まあ Wii U 版とか、まあ VS とかでもできる、クワで耕す、鉄の扉のご紹介をしていきたいと思います。その鉄の扉がこっちです。あそこです。見えないのでちょっと降りましょう。イエーイ、クロさん。はい、そのクワがこっちの扉です。はい、耕して入るので、耕しが分かんない、耕して入るのか分かんない人は絶対に分かんないと思います。ですね、耕す部分はここです。ここを耕します。この体罰が目印ですね。はい、ここを耕すと、はい、こんな感じでドアが開きます。はい、しかもですよ、これは自動で閉まります。はい、自動で閉まるので便利だと思います。なのでここの土がクワで耕しておけばいいので、ここでジャンプするとこんな感じで閉まります。こんな感じで、水がないのでクワ、この耕した部分は消えるので自動でドアが閉まります。では待ってます。待ってる。では、おお、びっくりした。はい、こんな感じで自動でドアが、閉まります。はい、で中から出るときはこのボタンで開け閉めできます。このボタンはですね、こっちが閉まってないと、役に立たないので注意が必要です。このねじゃなくて、この隠しじゃない、鉄の扉にはもう一つ要素があって、こうやって耕して入るのが分かんない人は、絶対ですね、この鉄の扉を壊して中に入っていくと思うんです。そういう時にはですね、もしこれを壊して入ってきたらですね、こんな風に上にマグマを仕掛けておくと、上にマグマを仕掛けておくと、ですね、中から、マグマが降ってきて、それでですね、それで仕留められます。はい、では作り方いってみましょう。こっちの空いているスペースに作っていきたいと思います。まずですね、どうして耕すと耕すとオンになるのかっていうとですね、まずですね、トーチの上に土を置きます。そしてですね、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいので、どこでもいいので、周りだったらブロックを置きます。そしたらその上にこのレッドストーンを置きます。通常パウダーですね。これはですね、このトーチの上にブロックがオンになって、そのオンで動力をもらっています。しかしです、ここの土を、オンになってる土を耕すとですね、こんな風にこれはブロックじゃなくなるんですね。なので、
これを使ってですね、インディフをしていました、うわ、でもこれだと逆じゃないですか。あのさっきは耕したらオンってなってたんじゃないですか。耕さないでオンになってます、こっちは。なのでこれを逆にする方法がこっちです。まずブロックを目の前に一個置いて、その上でもいいし、ここでもいいし、ここでも、まあブロックの好きな場所にトーチを置きます。そしたらトーチがこんな風に消えます。消えるはずです。それでですね、こんな風に、動力が伝わらないで、トーチに動力が伝わってこんな風になるんです。まあこんな風に逆になるということですね、簡単に言えば。はい、こういうので作っていきましょう。これだと丸見えなので、埋めていきたいと思います。材料はですね、レッドストーン、トーチ、鉄の扉、クワ、ボタン、ローブです。まずは囲みを作りましょう。はい、まずこうしますね。そしたらですね、耕すところ、ここを耕したら、扉がグッとしたいっていうところを自分で決めます。では今回はここにしておきましょう。目印としてここにレンガを置いておきます。はい、そしたらですね、決めたところ、ブロックの下、決めたブロックは土ではないと無理です。はい、はい、決めたブロックの上下にトーチを置きます。そしたら上がって、上がってですね、こんな風にレッドストーンを置きます。さっきはですね、崖のところに作ったのでわかりませんでしたが、こんな風に隠して使ってください。はい。そしたらですね、この動力を、どこでもいいのでブロックに使います。こっちに置きましたね。そしたらもうほぼ完成ですね。はい、そしたら力戻ります。そしたらですね、この鉄の塔を見ます。私は見ます。カリネットを用意しておいてください。では作業に入りましょう。作業かわかんない。はい、そしたらですね、やっぱり地下へ戻ります。トーチの下にレッドストーンを置いても動力は伝わるので便利です。そしたらですね、開く扉のところにこんな風にとにかく横向きに設置してください。横向きに設置してください。そしたらですね、この下を扉のこのブロックではなく、ここのブロックを削ってトーチを置いてください。そしたら閉まります。はい、そしてですね、この動力、この
さっきやったレッドストーンの動力をこの風にトーチの下のブロックに与えます。このトーチの、ここは注意ですね。トーチに伝わってしまうと意味がないので、必ずトーチの下のブロックにしてください。そしたらもうそこはもう入れちゃってください。これでほぼ完成ですね。デモです。はい、さっきはですね、壊してくる人を倒すようにしてたじゃないですか。まあ、これはなくてもいいんですけど、まあ一応作ります。作り方はですね、簡単です。はい、鉄の扉の前の2マス上にこんな風にブロックを置いてください。これ絶対ブロック置かないと火事になります。はい、こんな感じに、中の方もこんな風に鉄の扉の1マス上にブロックを置いてください。そしたらですね、鉄の扉の上のブロックを壊します。ここ間違えるとなかなか面倒なことになります。そしたらですね、下もちょっと危険なので燃えないブロックにしておいてください。ちょっと火事になると悲しいので、入り口のところはまあ大丈夫ですけど、まあいいでしょう。今回は燃えたくないんで、熱くなれよってなりたくない、はい、はい、そしたらですね、一回確認しましょう。確認してみましょう。自分が決めたスイッチのところを耕してみます。開きますか。開いたら、大当たりですね。はい。そしてです。今、もう映ってほしくないんで。はい。それでですね、このバッ、鉄の扉の上にマグマを入れます。い、はい、こんな感じになります。そしたらもう上は塞いでください。はい、こんな感じになります。さっき扉を置くときに、こうではなくてこう置いたじゃないですか。それはなぜかというとですね、普通にこう置いてしまうとですね、こんな風にトーチで開かれてしまうんです。ボタンでもそうです。それを防ぐために、こうしました。トーチを置いても開きません。はい、はい、ボタンでやる。はい、もうこれで完成ですね。もうこれで完成です。クワで、忘れてた、クワで開けて、クワで開けて、で壊すと溶岩が出てくるって感じのドアの出来上がりです。今度はですね、中から閉めるとき、中から閉めるときは、まあ、
決めたい場所にボタンを置いてください。そしたらですね、ここら辺を漁っていく。さっき、さっきですね、ここトーチで、ここのトーチ、どこのトーチかというとですね、このトーチの下にレッドストーンの動力を送らせてくださいって言ったところのトーチですね。そこのトーチのところにこんな風にさっきのボタンの動力を送っていきます。はい、もうこれで完成ですね。ありがとうございます。はい、もうこれで完成です。はい、周りを固いブロックで覆っておけばもう大丈夫ですね。しかしこれはこっちのドアがもう閉まってる時にしか使うようにならないので注意ですね。押すとこんな風に、もちろんボタンなんで一瞬じゃないけど、まあ一瞬ですね。はい、それでこれで終わりですね。はい、今回は桑式の鉄の扉をご紹介していきました。はい、ご視聴ありがとうございました。